どうもこんにちは。宣伝部長の小市です。今日は新たな時代へということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで今回はですね、滝沢秀明さんが新会社を設立しましたということで、まあ芸能界ど真ん中の仕事をするということで、まあそれとね、例えばね、よくあの芸能界出た後に別の会社を作って不動産やりますとかそういうわけじゃなくて、まあエンターテインメントの世界で頑張ります。 っていうことで会社を作られたので、まあ、今回はこの件を、ね、いろいろ話をしていきたいというふうに思います 2B という会社みたいですねはいでえー、っとそうですね新たな時代へとか私の覚悟と思いを乗せてっていうことですねエンターテイメント for all ってことでまあ要するにエンターテインメントにこう全力を注ぐといいますか全てですよみたいなことになるんですかね はい、ということで、まあこれがね、まあ、ちょうどね、もうね、まあいろんな意味で今,今の時期かっていう話をね、ちょっと後半したいんですけど、ちょっと先にですね、えっと、どういった話をしていたのかっていうのをやっていきたいというふうに思います。はい、えー、とこちら、ね、モデルプレスさんの記事になるんですけれども、まあ,あのインターネット上の、インターネット上っていうかそのツイッターのスペース上でね、滝沢秀明さんがご自身の言葉で、ね、いろいろ話されている内容についてこれ全文紹介みたいな感じですね。 はいまあ、おまかな容姿としては、えっと、今後に関していろいろ考えた結果僕はやはり一度エンターメントあもう一度エンターテイメントの人生を歩もうと,と決意しましたと説明し自分の覚悟と皆様の期待を背負い新人募集をしアーティストをプロデュースする会社を立ち上げましたと新会社設立を報告しましたということですね改めてエンターテイメントの世界で走り出すことを本日ご報告させていただきますということで を真摯に伝えたって感じですねまあ滝沢さんらしいすごく真面目にねやられてる感じの内容でしたけどね。はい。で、えっ、ー、と内容としてちょこちょこい拾いながらやっていきたいんですけど、えっ、ー、とですね、まあ最近ちょっとね、インスタ等々でいろいろ遊んでたというツイッターでね、まあ楽しく遊んでたみたいですけど、それはね、それ自体が記事になってましたからね、まあ素晴らしいなと思いますけど、で、えっ、ー、とここですね、そして今まで応援してくださった ファンの皆様4年間の空白がありましたがこうしてツイッターインスタグラムティクトックウェイボーなどで再開できたことを僕も嬉しく思ってますということですねまぁ、あ、私はなんかその4年間の空白っていうのは気になってまぁ、あ、結局その裏方にね入ったとジャニー北川さんのまあまあこうまあ弟子というかもう引き継ぐみたいな形でまあ要するにこう 表の世界表でも十分売れてた人ですけどそこから裏方に回ってそこからまあ結局裏方に回ったんでファンの皆様とのまあ接点と言いますか表現の場っていうのは一切なかったわけですよね。それがジャニーズ事務所を辞めましたで、まあ、あのツイッターとかねそういう SNS 始めましたそ,それでいろいろねこうなんて言うんでしょうね触れ合う機会があってって感じでまあでも なんて言うんでしょうねまあ、どこまでが最初から決まってたのかよくわかんないんですけど私あれをいろいろ見てる感想においてはなんかすごい探ってるなって感じがしたんですよねそうなんかこうんなんて言うんだろうなまあ天井とまで <laughs> 言わないですけどやっぱりこう 箱の中にいたっていうんですかね、ジャニーズ事務所という墓の中にいた人で、まあ、気軽に誰かとこういうんかこう接したりどうのこうのっていうのはなかなかできないポジションでしたよね。しかも裏方に入っちゃったりとかして。だからそれが SNS だとねばって、まあ、割と積極的に人 一人一人と話すと話かねいう感じのこともやっていたのでまあ何かこう世の中の温度感とかファンの温度感とか何が求められているのかとか、まあ、いろんなことについて、まあ、こうチューニングしてる感じに見えたんですよ私にはね。チューニングっていうのかとかあと、まあ、本当になんか最後のエイヤーがいるじゃないですかそのエンターテインメントの世界に戻るっていうかまあそこでジャニーズ事務所辞めて自分で事務所を作ってやる 上においてはなんかこうなんかの何らかしらの栄やとか革新とかなんかそういうのがないと一歩踏み出せないじゃないですかそういうのも含めて探ってるような感じに見えたんですよねそれでどっかの段階でカチッってはまってじゃあ行くぞってなったと思うんですよね、まあ、それがまあここにちょっと現れてるなって私が勝手に読み取ったんですけどねはい。<laughs> で、えっ、ー、と、去年の11月から頭を空っぽにし、そして新年を迎え、自分にとっての役割などをたくさん考えていたと。で、DM いただき、皆様の熱くコメントを読みながら、まあ、徐々に自分の思いが強くなってきましたということで、今後については、えー、っとですね、そうですね、ハッシュタグ、to be 新たな時代へということで、えー、っと、あ、これを発信した、ははあ広めてほしいってことですね。で、結果、 やはりもう一度エンターテインメントの世界でやるっていうことですね。で、ここでポイントは新人募集をし、アーティストをプロデュースする会社を立ち上げましたって感じで、ここになんかあの既存のタレントが入んないのかなっていうことについてが、まあ多分多くの人が一番気になるところですよね。まあ今で言うと、もう本当にキンプリの平野さんとか、その辞めたメンバーが入るのかとかですね。それから、あと、なんていうの、三宅さんとかね。要するに あの昨今やめるのが決まっ,た決まってるけど所属がちょっとまだわからないよねって方々いらっしゃるわけですよね。でその人たちにしてみるとやっぱり滝沢さんとの関係性の中で彼の会社だったらやりたいなっていう人やっぱいるわけですよね。 めちゃくちゃゃくででかい受け皿ができて、はい、だからインパクターズさんとまあそこに対しても、まあ、特にインパクターズさんとかに関して言うと滝沢さんはやっぱり救ってあげたいとかねやっぱ思うかもわかんないんでそういった意味も兼ねて新しい人も募集するのもあるんでしょうけどそういう引き取りみたいなこともやって。 いいくののかななっていうのがまあ一番気になるところですよねただそういうのやっていくとジャニーズ事務所との関係性が何たらかんたらっていうのがあるからひょっとしたらまあそれとは関係なくもう一からねやるかもしれないですけどね、まあ、いずれにしてもその既存のタレントを抱えずに動くとしたらまあ結構なお金がかかるのでそれなりの支援者っていうのがまあ必要になってきますよねということじゃないですかねあとそれをもっと大きく展開しようと思ったらねって話だと思うんですけどまあでも なんかこう滝沢さんが辞めた時に私が勝手に期待してた方向性にというか世の中の人がなんとなく期待してた方向性に、まあ、走り出してるしかなって感じましたね。まあ、いずれにしてもなんかやっぱりエンターテイメントやる方々ってファンがいてそのファンの声をめちゃくちゃ聞くじゃないですかファンと向き合うっていうか、まあ、それがやっぱり実業にどれだけこう役立つかう。 に立っっってていいいくのかっていうのかうをちょっと見たい感じがしますよねで日本の芸能界ってやっぱり裏方の人がやってるバージョンが多くて表の人がやってるのが少なかったりするじゃないですかだから表の人に対する締め付けが強すぎるというかこうグワッてハンドリングしていくだからそうじゃなくてそういう気持ちがわかる人がねまあ、しかも裏方もちゃんと経験しましたっていう人がやるとまあこれからのスタンダードみたいなね会社を作れるかもしれないですよねはいでえー とということをですね自分の言葉で発信したかったということで、まあ、やりましたっていう感じですね。はい、でなんかねやっぱねいい意味で滝沢さん青いんですよね。なんかこうやっぱりでもエンターテインメントってその青さが重要で夢を語ったり夢を見てもらうための世界を作る人々じゃないですか。そこその人人たちが現実的ななこことをを語られれてても、まあ、そこに人は夢を見てくれないし 熱狂しないと思うんですよねそういった意味においてある種の青さが必要でだそういうのをいい意味で持ってらっしゃるバランスよくねなので、まあ、滝沢さんがこうやっていく会社っていうのはすごくあの私としては興味ありますけどね。であの夢を 夢は見るものではない叶えていくものだと新たな人生で僕と一緒に夢を見る見る夢を現実にしてくださる方を募集してますとそして始まったばかりの僕たちを応援してくださる方もお待ちしておりますこ,この新しい時代を一緒に作りましょう皆様は引き続きどうぞよろしくお願いしますということで滝沢さんが、まあ、株式会社 2B 代表滝沢秀明っていう感じですねはい。 とというとこですかね。まあなかなかねまあ面白い形になってきましたけど今後どうなっていくんでしょうかっていう話はねちょっといろいろねここからやっていきたいんですけどあのですねあのー、これを発表したのが3月21日ですよ。 春分の日あの本当の意味で新しいことを始めるにはめちゃくちゃ向いてる日でこの日に、ね、多分ね会社設立する人たくさんいらっしゃるとは思うしあと例年の春分の日もだいたいそんな感じなんですけどそんな中でも今年はさらになんかその傾向が強いらしくて何て言うんだろうなまあ私もなんかそういうのずっと観察しながらいろんなこと話したり世の中見てるんでその。 なん、何て言うんだろうな。もう2025年ぐらいになるともうなんかもうずいぶん変わってるんですけども、もうちょっとかかるじゃないですか。で、その間にまあこう変化が当たり前の時代が訪れるわけですよね。それに向かって今古いものがまあ、まあ、壊れ始めてるで、それをもう目の当たりにしてる。 いいららっっししゃゃるる方もいらっしゃると思うんですけど滝沢さんでいうともう古いっていう意味でおいてももうなんかこうなていうんてうう古くて強いっていうともうジャニーズ事務所とか日本の芸能界みたいなやつがあるわけじゃないですかだから今まではそこから出てこんな新会社設立みたいなことやってたら潰されたかもしれないんですけどただもう本当に今変わり目なんで古いものがきしみを経て壊れそうなんですねジャニーズ事務所に至ってはちょっとまあいろんな問題があ,あってですね これはなんか本当に今会社が大ダメージを受けてるとかめちゃくちゃ動きにくい環境にあるわけです。こんなところでホスみたいな動きをしたらまあちょっとひょっとしたらバランスが崩れてソース感らるかもしれないような状況ですよね。だそういった意味においてそっちのが動きにくいところで新会社トーンっていう感じももう時期も絶妙ですしいわゆるこういろんな,なんて言うんでしょうね人がよく言ういい時期に。 こう会社を設立したとで今後はもう古いものは壊れていって今まではまだね後ろを振り返ってたと思うんですよねまあまあ何て言うんだろう壊れるってことは誰かが痛い目を見るってことですよでその中にお世話になった人とかもいるしいい人もたくさんいるからまあ難しいところですけどなんどういう例が正しいんだろうなでもかなんかタクシーとかで言うといまだになんかあの なんて言ううでしょうねウーバーが解禁されてないじゃないですかウーバーイーツの方は解禁されてるんですけどあのあれってもともとはウーバーっていう誰しもがタクシー運転手になれるってことですよね。で,でそこに評価がつくからその ドライバーの運転技術が高いとか接客がいいっていう人が点数が高いからそ,の人そういう人がやっぱり最終的に能力高い人が残るみたいな仕組みになってるじゃないですか。まあ、とはいえなんかほら接客の方が点数高くつきやすいから技術面が ねなんかちょっとひょっとしたらあの緩いとこあるかもわかんないけどでも言うてね車の運転でそこまで要求されますかみたいな <laughs> のはあると思うんであまりにもひどいってやっぱそれで点数が下がるからねだからそういった意味においてそうなればいいんだけど今はすごく守られてるから今おだっておじいちゃんとかがね手をプルプルさせながらやってるってこの間淳さんが文句言ってましたけどまあだから結局守られてる既得権益みたいな感じになってるから。 まあそういういい人でもででもきるわけじゃないですかそれが解禁されました古いもんぶっ壊しますウーバーもいります自由にしますってなった瞬間に本当に能力がある人はタクシードライバーの中でも能力高い人はもうより稼げるようになるわけですよだって。 あのよりね自分とこの点数が分かりやすくつくんだから今わかんないじゃないですかだってねだから、えー、あのタクシードライバーのね本当に最高峰みたいな人ってもうだからよすぎるからみんな呼ばれるんですってあのもう指名でだから正直その電話で動くからもうずっと埋まってるみたいな <laughs> 感じらしいんですけどだかから能力高い人はめちゃくちゃゃく稼稼げげたたりりとか安定してすするんですよねそうだからまあそんな形でだけどそうなっちゃうとそのね おじいちゃんドライバーとかが「もう稼げない大変だわしは」みたいな感じになっていくじゃないですか。でそういうのテレビとかいろんなところでやったりとかするわけでかわいそうだみたいな感じになるわけですけどあのもうそこを気にしするほどもないほどに世の中がめちゃくちゃ変化が早いんでこっからですよこっからブワーって変わっていきます。だかからいろんんななももののがあちこちこでで起きるのでもうなんか そういういのが一個だけだけと、例えばタクシーの世界だけ変えてるとみんながあれかわいそうだおじいちゃんかわいそうだこういう人もかわいそうだ守ってあげろみたいなことをやるわけですけどそんなこと言ってる間に自分の業界も隣の業界もあらゆるところが同じことが起きていくわけですよ。でその時に全員かわいそうってできないじゃないですか。いやでもである時から変わるのが当たり前だからそんな気にしてる暇ないよね、ファーって感じでいくというところですよ。 だからしばらくの間そこに置いてかれるかわいそうな人たちが出るんですけどもっと先の世界においては何て言うんだろうなこういい時代っていうかを作ってくれる人たちがいてその利益に多くの人がこう乗っかるだけで楽しくやれるよみたいな時代が来ると思うんで。 まあそれはそれでいいんですけどしばらくはそういう感じになるんですよね。だからそこをだから滝沢さんに突っ走ってほしいですね。後ろを見ないでゴーゴーみたいな感じでまさに、まあ、そういう時代を感じ取ってるんで新たな時代へとかって言ってる感じになると思うんですけどね。はい。まあそんな感じでね何て言うんでしょうどうなるんでしょうね。所属タレントみたいな人はいるのかな。でも三宅さんはさなんか所属しそうじゃないですかね。支えるとかっていう感じでね。うん あとはインパクターズさんとか一応デビューはしてないわけだから新人扱いになるんですかねとかですかねまあという感じであとは新たに募集するっていう感じにすると今まではまあ大手でいうとまあジャニーズしかないからっていう感じの世界観から選択肢が出てで今ジャニーズのいろんな問題もあるからそこに送るのはどうかなって思ってる人がこっちにずらずらって流れていくっていう可能性が。 ありますよね、はいまあ、そんな感じでジャニーズ事務所とか、まあ、いろんなものがね、まあ、一時期を作ったのは偉いとは思いつつ もう硬くて強固ですげえものがまあこれから凍られていくんでねその象徴みたいなことを滝沢さんがやってくれるといいなというふうに私は思っておりますそして、まあ、多くの人が心配してるキンプリさんたちのねまあ別にここに所属しなくてもいいんですけどなんかこうまあ力になると言いますか新しい時代をみんなで作って並走してたら誰かを干したり邪魔してる暇なんかないわけですよだからまあ滝沢さんもそうですしキン、まあ、プリさんが別のとこ なのか新しく作るのか分かんないけどいろんな会社が新しいことをやっててどん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 やっててもうホストか何人みたいな意味が分かりませんみたいな状況に、まあ、これから突入していくんでねはい、まあ、本当に良かったです楽しみです以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね